アッシュルナデン趣味は古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国の王、センナケリブの息子。王位継承者と目され、紀元前700年、父によってバビロン王に任命されてバビロニア地方を統治した。だが、1694年、独立を望むバビロニア人に捕らえられ、敵国エラムに引き渡された。記録はないが、その後、殺害されたと思われる。 アッシュル・ナディン・シュミは、アッカド語では、オスル・ナー・ジン・スミ。アッシュル・カミは息子を賜われりの意。後のバビロン王であり、アッシュル・ナディン・シュミの老いであるシャマシュシュム・キンの証書。もともとアッシュル・ナディン・シュミが約束した、給付金を確認したもの。全670年、全650年。大英博物館収蔵。バビロニアは、アッシュル・ナディン・シミが、バビロンの王となるよりも30年近く前に、 新アッシリア時代のオーティグラとピレセル賛成によって征服されていた。この30年ほどの間、バビロニアでは繰り返し独立した王国の再構築が試みられた。センナケリブの知性にバビロニア人の反乱が頻発し、困難をもたらした。センナケリブはその知性を通じてバビロニアの反乱を幾度となく鎮圧しなければならなかった。7 0 0年の反乱を撃破した後、 センナケリブは自らの息子であるアッシュル・ナディン・シュミを新たなバビロンの王に任命した。またアッシュル・ナディン・シュミはマールリス・トゥという称号も帯びていた。この称号は卓越した息子あるいは長男と解釈可能である。彼のバビロン王への任命と新たな称号はアッシュル・ナディン・シュミがセンナケリブの死後にそれを継いでアッシリアの王となるべく育成されていたことを示す。 アッシュル・ナディン趣味が・シュミがマールリス・トゥーという称号を帯びていたことは彼が戦略リブの王太子であったことを示すであろう。もしこれが卓越したという意味であった場合、そのような称号は王太子にのみふさわしいであろう。また、それが最初に生まれたという意味である場合、それはアッシリア人のほとんどが従う長室相続の原理によってアッシュル・ナディン・シュミが後継者であったことを示す。 アッシュルナディン趣味が王太子であることを支持するより重要な証拠はセンナケリブがアッシュル氏にアッシュルナディン趣味の宮殿を建設していることである。センナケリブは後に王太子となったエサルハドンにも同様の処置を行っている。アッシュルナディン趣味の地位はアッシュリア人のバビロニア王として政治的に重要であり、また極めてデリケートなものであったがゆえに、 新アッシリア帝国全体の継承予定者としての貴重な経験を彼にもたらしたことであろう。しかしながら、アッシュル・ナディン・シュミは不安定なバビロニアの政治状況を制することができず、そのバビロン王としての地位は長く続かなかった。1694年、センナケリブはエラムに逃げ込んだカルデア人の反逆者を追ってエラム遠征を行った。この進行への対応として、 エラム人は前6 9 4年中に新アッシリア帝国の南部地域に侵入し、おそらくはバビロニア人自身の共王によって、シッパルシでアッシュルナディン趣味を捕獲することに成功した。アッシュルナディン趣味はエラムに連れ去られ、おそらく処刑された。ありがとうございます。